はい、こんにちは。FTM ラジオリョウです。今、サウナブーム来てるけど、サウナ行ってる？俺はね、サウナよりもお風呂の方が好きなんだけども、今日はね、いいサウナを見つけたので、いいお風呂かな？見つけたので、紹介したいと思います。まず、俺の理想のお風呂っていうのは、お湯が濁っていること。汚いとかじゃないよ。あの赤がいっぱいで濁ってるとかじゃないよ。濁り湯、乳白色とか硫黄の色とか、あと黒いお湯とかあるじゃん。お湯がこう透明じゃないと下がさ気にしなくていいんだよ、これがね。であとこうお肌がツルツルになる感じがするんだよね。その下半身を気にしないで風呂に入るって、こう手もこうねフリーだし足も広げてさ、うわーもういいなーって感じじゃん。それが露天風呂だったらもう天国だよね。あとは体洗うところに仕切りがねこうあること、うん、隣のね人のなんてこう見たりしないけども、やっぱね俺はね気になるんだよ。それと俺は擬珍をねつけてるんだよね。ただでも陰部を洗うときにその擬珍をさ取らなきゃいけないじゃん。だからその仕切りがないとなかなか取れないじゃん。隣見たらね片方にさこう珍をさ持ってたらびっくりするろ、うん、だから仕切りがあってこうねもじ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 する感じ。仕切りは大切なのね。あ、もしねそれが義手とかだったらね、あ義手なんだみたいな感じだけど、義珍はね二度見するよね。ましてはさそこでえじゃああの人は元女かって思われたらもう絶対に俺は嫌だね、うん、そのこの仕切りがなかったら出入り口の手前にさこう立ってシャワーするところ、だいたいあそこはこう仕切りがあるからそこでまたこちょこちょ洗ったりするんだけども、それがないとどっちかないとかなり厳しいなっていう感じ、うん、であとほら水滴をさこう拭きたいじゃん。それもやっぱ仕切りがあった方がやりやすいなっていう感じだよ。で今回東京に行って俺はサウナに泊まったのよ。そこのサウナが良かったんだよ。錦糸町の楽天地、今はパルコになってるんだけども、そこの最上階の男性用のサウナなんだけども、ごめんね女性の皆さん、男性用なんだよ。めっちゃ眺めいいんだよね。スカイツリーとかもさ見えるんだよ。お風呂場からはちょっと違う方向なんだけども、ご飯食べながらとかもね眺めがいいしね、すごく良かった。こんな感じ、パソコンできる机のところもあるし、リクライニングの寝るような休憩するとこもあるし、フラットの完全にもう寝れるよっていう状態の大部屋みたいのもあるんだよね。であとトイレがさ2箇所あんのよ、そのお風呂場の近くと休憩スペースの近く。だからね個室も使いやすい。結構ねトイレ個室閉まってること多いんだよ。だから俺はねここいいなって思ったんだよね。お風呂は黒いお湯が一つあって、それも最高でしょ。もうこんなだよね、うん、でもう一つは高濃度の、炭酸湯。これもね気持ちいいんだよ。俺大好きなんだよ。透明なんだけどさちょっと気持ちいい。お風呂はね小さめなんだよね。だから混んでる時は嫌だけど空いてたら最高だろうなって感じ。そしてあとは水風呂があるか。でサウナはあるんだけど俺サウナ入んなかったんだよねもうお風呂でね満足しちゃって。で普通のサウナとミストサウナがあるんさ。次回行ったらミストサウナ入りたいなって俺思ってるんだよね。まあ、普通のサウナあんまりこうちょっとね、暑すぎてドキドキしちゃうんじゃねえかなとかさ、意外と不安症だからさミストサウナの方が好きで、料金的には俺は泊まったんだけども、泊まって朝ごはん食べて5000円いかなかったんだよね。でチェックアウトも12時ぐらいだったと思う。
だからね、いいよ。で、錦糸町でしょ。で、錦糸町から東京へ電車1本で行けるから、そのまま仙台帰るとかすげえ楽だったよ。また俺は行きたいと思います。みんなもよかったら錦糸町のサウナ行ってみてください。パルコの上だよ。今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。泊まるなら耳栓が必要だよ。ではまた、バイバーイ。